どうも、ウェダックスとわさわさこです。本日はイノセンの26インチモニターを紹介していこうと思います。はい、それでは早速開封しましょう。はい、で、これをこう、これ何ですか？何のネジ？付けます。取り付けます。上入れて下にカチャッと、はい、完璧。開封できました。足は手でまあ締めるだけで、あとはカチャンってはめるだけでモニターとしては自立しますねけども、特徴はこれは、ま、回ります。ほら見てください。あ、ほら縦に向きましたね。はい、そして横にも戻しましょう。はい、こことここの角度が動くのと、あ、これをあこんな感じで下がります。ここの簡単です。ここをグッと持って上に上げたり下に下げたり、女子の力でも余裕です。簡単よいしょ。はい、ただちょっとね、一番下の高さがこの普通のモニターより低くならへんかなっていう気がするんですけど、なかなかの高さまでこうやって上げれて、うん、こう縦回転できるっていうのはすごいメリットかなと。簡単に仕様を言っとくと、モデルが WF26 Pro となります。で、26インチで2560×1080 ですね。だから、フル HD1920×1080 より幅が広い。でリフレッシュレートが 75Hz、 1秒間に75コマの映像が流れるので、うん、滑らかな映像が見れるわけです。視野角は178度、21対9となっております。だから映画館で一番でかいのって20対9なんだよね。それよりも横が広い。はい、入出力関係ですね。電源見えてるのかな。電源 と、イヤホンジャック、ディスプレイポート、HDMI2 つにタイプ C で、 USB のハブですね、ハブが2ポートついております。パソコンの方立ち上げてみました。普通の状態でこれぐらいですね。で今視野角の方がね広い、ちょっと先が暗くなるかな、うんうん、まあでも十分左右からでも見える感じ。このモニターの特徴としてね、P-in-P ってピクチャー in ピクチャーって映像の中に映像を出せるんですよね。だから例えば映像出力機能がついているスマホとかを、まあ、タイプ C なんですけど、これで接続することによって、ほら、お、わかりますか、出すことができる。もちろんスイッチとかねそういうゲーム機をつないで、もうちっちゃい画面でゲームやりながらパソコンの作業をしたりとか、そういう使い方もできる。これはね、あの入力一個一個に対して一個ずつ画面を割り振ることができるモードですね。こっちは今スマホの画面が出てて、パソコンの画面がこっちに出てる。だから17インチのモニター2台分の作業とかね、今解像度がちょっと調整されてないんで合ってないかもしれないんですけども、こういう使い方、一つで二つの作業ができるような使い方もできます。こういう風にね、あのパソコンのモニターを左に出してスマートフォンの画面を右側に出したりとか、こういった使い方もできます。これ逆のパターンも設定を変えることによってできます。でプラスなんですけど、こっち今 HDMI2 という方に映像が出ています。でこっちは USB Type C ですね。これは切り替えによってここに HDMI1 を出したり、こっちにディスプレイポート出したりとか、そういった切り替え方もできます。 OSD メニューより重力センサーをオンにしてみました。 Windows を縦にすると画面が自動的に縦になります。そして水平に戻すと、もちろん自動的に水平に戻るわけです。これはすごい便利な機能。はい、こちらがピクチャーインピクチャーですね。今パソコンの画面の上にプレイステーション4の画面が出ております。
で、この画面の大きさはですね、大中小とありまして、今小かな、さらに大きく表示させたり小さくさせたり、あとは上ですね、左右上下表示位置を変えることができますので便利に使えると思います。はい、それしてですね、プラス画面を入れ替えることができます。ウィンドウスワップという機能がありまして、それを実行するとですね、パソコンとプレイステーション4の画面を入れ替えることができる。もちろん PS5 やったら PS5 になるんですけどね。で、ちょっと残念なのが解像度がちょっと本当に横長になっちゃってるのがちょっと残念ですね。だからピクチャーバイピクチャーですね。そっちの設定の方に 2Win1 っていう設定があるんですけども、 2Win2.1 っていう設定があるんですけど、それを実行してやるとですね、はい、するとちょうどこちらの解像がフル HD になるんですね。で、こっちに出てくる解像度がちょうどスマートフォンの解像度と同じような感じになります。これがピクチャーバイピクチャーという機能ですね。だ、スマートフォンのゲームしながらプレイステーション4のゲームを楽しんだりできるわけです。ということで、はい、本日はこれにております。ウェダックスとわさわさこでした。バイバーイ。